寿命院、鎮古家庭4年10月3日は、平安時代、鎌倉時代の女性。あと高倉院の日で、ご堀川天皇の聖母。父は、聖に意見中納言寿命院。元家、母は、平頼森の女。同母兄に、寿命院他がいる。純三宮。女院号は、北白川院。法名は、序立。上級3年。 彼女所生のご堀川天皇が即位しているが、その背景として、彼女のいとこが、源頼朝の妹婿である一条義康で、あったこと、彼女が平時の乱で頼朝の命を救った池善意にの、彦にあたり、鎌倉幕府から交換が持たれたとする見方がある。上皇元年4月13日、十三位、順三の宮となり、同年7月11日、陰号宣言を受けた。 同年出家し、助立と合する。家庭4年10月3日、66歳で皇居した。佐賀西漁寺の寺宝の牛ひけマンは、陳氏にまつわる伝承を持つ。陳氏諸生の安吉見門院が夢で、母が牛に生まれ変わったことを知る。女院はその牛を探し出し、購入して工遇するが、剣丼の罪で畜生に生まれ変わった者の区域を、とどめれば、 食材が叶わないとの釈迦のお告げを得て、泣く泣く元の飼い主に引き渡した。その後間もなく、死んだ牛の皮で毛碗を作ったという話である。近藤聖一、鎌倉幕府の成立と、天皇、諸州、近藤、鎌倉時代政治構造の研究 ISBN 978から4から751746509。ありがとうございます。